いやー、本当に批判してた自分が恥ずかしいなっていうふうに思うし、やっぱり、まあ、成績を出してるからなのかもしれないけど、阿部監督、マジで名将なんちゃうかなっていうふうに思ってます。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、ちょっと阿部監督にフォーカスを当てた企画をやっていきたいというふうに思うんですが、まあ、阿部監督ね、まあ、その、巨人のね、二軍監督をやられた時に、まあ、僕選手として一緒にね、やらさせてもらってたんですが、その時からね、非常にやっぱりいい監督だったんですよね。なんかメディアの捉え方とか、なんか阿部監督ってめっちゃ昭和だよね、みたいな感じのね、なんか抜擢であったりとか、なんかそういうのがあったから、なんか阿部ってめっちゃ、古いよね、みたいな感じの皆さんの認識あったんちゃうかなと思うんですけども、実際中でやってる選手っていうのはそういう風には感じてなくてですね、まあ非常に対話を重んじるというか、選手の気持ちであったりとか、まあ選手のなんて言うんだろう、気持ちですよね。選手が気持ちよくというか、どういうふうに考えてんだろうとか、どういうふうに思ってんだろうとか、そういったところをすごく尊重してくれるような監督だったんですね。二軍の監督の時代から。で、僕は、まあ、クビになったんでね、そっからの阿部監督がどういうふうにやってたかっていうのは、あまり詳しくはわからないですけども、まあ、おそらくですけども、まあ、その監督をやられた時、二軍の監督をやられた時であったりとか、まあ、一軍でね、ヘッドコーチとかやられた時とかも、別にそこまで大きく変わってないんじゃないかなって思うんですよね。基本的に対話を重視するとか、選手の思いを尊重するとかっていうところは、あまり変わってないのかなっていうふうに思うんですね。で、その中で今年ね、初めて一軍の監督をやられてまして、僕が非常に思うところはですね、やっぱり柔軟さ、うん。対話もそうですし、選手との、信頼関係というのもそうですけども、柔軟な考えであったりとか、まあいろいろね、まあ発言をされるじゃないですか。やっぱり監督なんでね。まあどの球団の監督もそうだと思うんですけど、やっぱりこう、自分が言ったことに対して、やっぱりこう、囚われてしまう人もいるじゃないですか。例えばこういう風にやりますって言ったやつを、例えばずっと続けていく。それは悪いことではなくて、まあ一種のその人の性格であったりとか、まあそのポリシーみたいなところ。って、やっぱあるじゃないですか。で、阿部監督は、どっちかっていうと、言ったこと、まあ、筋は通すんだけど、やっぱり状況を見て、自分が言ってたことが間違いであったりとか、こう、なんていうの、あまり良くなかったっていうのを認めて、また新しく、こう、なんていうの、発言をね、していく、その姿勢っていうか、その柔軟さっていうところに、僕は非常にその、監督としてのというか、まあ、監督というよりかはちょっと人としてというかね、そういったところに非常にこう、信頼できる人なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、これも僕もそんな、今ジャイアンツが調子がいいから、そうやって言ってるだけなのかもしれないけども、でも実際客観的に見たときに、筋としてはブレてないんだけども、やっぱりこう、おのおのね、おのおのというか、その時々で、まあ自分がいいと思ったことってあるじゃないですか。それに対してこう、まあ改善であったりとか、まああれは間違ってましたよとか、しっかりね、インタビューでもこう、毎日ね、負けてもこう、シャレもね、入れながら、冗談も入れながら答えていらっしゃいますし、非常に僕いいんじゃないかなって思うんですよね。その中で、詳しい発言であったりとか、戦術とかをちょっと振り返っていきたいと思うんですけど、やっぱりね、はじめバントとかあったじゃないですか。バントをめっちゃするみたいな。バント、チーム打撃とかね、あったじゃないですか。あれは、まあおそらく、まあ大事だと。そういうことがね、大事だというふうに思ってたのは間違いないと思うんですけども、やっぱりチームの状況とかも僕あったんかなって今考えると。うん。やっぱりあんだけ打ててないっていうふうな話になってくると、じゃあ、ちょっとでも相手にプレッシャー与えようとか、ちょっとでもこう、点が入るような状況でバッター、を回してあげようっていうところでバントをあんだけ、やってたんちゃうかなっていうふうに思います。今考えるとね。で、あの時は僕はなんかそのソフトバンク戦かな、交流戦の時になんかノーアウト
と1、3塁でしたっけね。オコエ選手になんかバントを刺したみたいな場面あったと思うんですけど、あの時にね、僕結構批判したと思うんです。まあ、いろんなね、解説者の方が、あれはないやろみたいなことを言ったんですけど、まあ、あの時に、まあ、王貞治さんとか、原辰徳さんが、解説の時に、あれはないね、みたいな多分感じで言って、そっからちょっとね、采配が変わった感じはあったんですね。で、実際そのタイミング、そう言われたのか、それはもうちょっとわからないですけども、まあ打線の調子がね、ちょっと上がってきて、で、それに伴ってバントもね、少なくなってったっていうのがあるので、そういったところで、非常にその、自分の意見であったりとか、自分が今までやってたことを、塗り替えていける人なんじゃないかなって思うんですね。で、その中で、まあ、その発言なんかを見てるとね、なんか自分の発言に縛られないようにするという発言をされたりとかね。それって、すごく難しいことだと思うんです。皆さんも仕事とかされてたりとか、いろんなね、経験されてる方がね、いらっしゃると思うんですけども、やっぱり自分の言ったことって、やっぱり人って貫き通したいとかって、やっぱ思うじゃないですか。失敗を認めたくないとかっていう感情って、誰しもがあると思うんです。で、ましてその巨人軍の監督、まあそのプロ野球の一軍監督をやってて、やっぱそれって、やっぱメディアにね、前言ってることと違うじゃないかとか言って叩かれたりとか、いろんなね、視聴者の人に言われたりとかするわけじゃないですか。で、その中で、その自分の発言を撤回していくというか、その自分の発言に縛られないようにするってめちゃくちゃ難しいと思うんですね。だからこそこう発言に気をつけたりとか、本当にこの考えでいいだろうかって悩んだりすると思うんですけども、それをある意味こう軽い感じというかしっかり考えて結論は出すんだけども、また違ったら、ああすいません間違ってました、僕は次こっちで行きますっていう感じでね、こうどんどんこうアップデートしていけるこの阿部監督の、柔軟さっていうのが僕素晴らしいなと思います。で、この自分の発言に縛られないようにするって言ってからね、まあ岡本カズマ選手がね、調子悪くて3番にしようかなとか、まあいろいろありましたけども、4番でね、ずっと使い続けてますし、で、バントを重んじるとか、チーム打撃とか右打ちとかっていうのを重視するっていうふうに言ってたんだけども、実際ね、バントがね、減ってきたり、まあチームの打撃の状態が良くなってきたからなのかもしれないけども、バントがね、少なくなってきたりとか、そういうところで、自分が言った発言をこう縛られてないっていうところが非常に素晴らしいなって思うんですよね。で、例えばですけども、まあ上位、5人を固定するというふうに発言して、そこから得点力がアップしたりとか、で、前半戦は5割で終われたらいいかなみたいな感じね。で、勝負は8月9月だからみたいな感じでずっと言ってまして、で、実際、前半戦終わってみたら貯金8とかね。いうところで、まあ、その発言って結構やっぱり選手たちも絶対聞いてるし、うん。で、監督はそういう風に考えてるんだっていう風なところはね、選手が分かると、やっぱプレーのしやすさとかも変わってくると思うので、そういったところで、先ほど言った対話もそうですし、ね、練習の時からずっとこう、阿部監督ね、選手に声をかけたりとか、投手交代の時に、こう、肩をポンポンってやったりとか、ちょっとした仕草とか、ちょっとしたこう動作なのかもしれないけど、選手からしたら、すごくこう、信頼されてるというか、分かってくれてるっていう、そういう、なんていうんだろう、安心感みたいなものって、すごく大事かなというふうに思うので、そういったところで、まあその、ジャイアンツの2軍のね、監督やるときは、なんか昭和やみたいな、バストやとかいう風なね、感じで報じられてましたけども、1軍の監督になってからですね、そういう、なんていうんだろう、まあ、ある意味、こう、新しい時代の監督じゃないけど、まあ、令和の監督じゃないけども、その対話を重視しながら、若い人たちの心に寄り添っていくみたいな、そういう形のね、監督像というか、ちょっと近い感じね、昔の監督とかじゃなくて、ちょっとこう、選手とこの目線が一緒ぐらいのところにいる監督っていうところで、非常に、いい監督なんじゃないかなというふうに思います。で、ちなみにその、まあ、交流戦とかも、5割でいけたらっていうふうに言ってて、まあ、ちょっと6連敗かなあったんで、ちょっと8勝9敗、1分けというところで、ちょっと1つ負け越して終わってしまいましたけども、まあ、おおよそね、その阿部監督が言ってる、まあ、公約じゃないけど、発言とかって、大体実現してきてるんですね。そういったところで、まあ、その、もともとね、初めから言ってる8月9月に、一番勝てるというか、一番、みんなの力を結集させるっていうようなね、ところをもう本当に、監督就任時からおっしゃってましたしね。そういったところで、今ファームにいる、ピッチャーであったりとか、野手であったりとか、まあ野手、
まあ、みんなですよね、1軍2軍全部の総力を使って、8月9月暑くて一番みんながしんどくて、でもやっぱり優勝のために勝ちたいと思ってるようなね、この2ヶ月に、力を集結させていくと思うので、例えばピッチャーで言ったら近藤投手とかね、うん、馬場投手とかね、せっかく移籍してね、来てくれたんだけど、あんまり今のところあんまり登板がないじゃないですか。で、そういったピッチャーももしかしたら8月9月活躍してくれる可能性もあるので、そういったところで昨日のね、昨日の試合も見てましたけども、非常にこう一人が調子悪くてももう一人というかみんなでカバーするみたいなところが非常にね体現できてるし、その層の厚さというかね、打撃もそうですし、投手力っていったところもちょっとバランスが取れてきてるというか、非常にこう高いレベルでね、維持というかできてるんじゃないかな、他のチームと比べてね、バランスがいいんじゃないかなというのを思うので、一歩ね本当にジャイアンツ抜け出していく可能性っていうのが非常に高いんじゃないかなっていうふうにね、本当に巨人ファンだからとかじゃなくて客観的に見ても本当にそう思うので、今貯金9ですか、貯金10、11、12というふうにね積み重ねていけるようにね、うん、それこそ本当にセプテンバーにね最高の笑顔になれるように頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わっておきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっておきます。じゃあね、バイバイ。